はい、こんばんは。アキラのゲーム部屋へようこそ。ラストクラリアの動画です。はい、今日もですねわざわざやっていこうと思うんですが、その前に、今日お知らせ来ましたね。はい、明日6月20日にメンテナンスが1時から行われて、イベントが追加されます。イベント追加が教習イベント開催ということで、20日から27日まで特定のモンスターが大量に出現するイベントクエストが期間限定で登場。イベントクエストは通常のクエストより対象モンスターのユニットソウルが入手しやすくなっていますということで、はい、まあ、モンスターの、ね、ソウルが集めれるってことなんですが、内容がね、ポックルとゴブル、ダボーン、ガウル、サハギンが順番にやってくるんです。はい、バザード入ってません。はい、あと DXR とかね、ボブゴブリンとか、あ、スケルトンもいないですね。まあ、外された奴らもいるってことですね。で、ピックアップガチャ更新で、ユニットはドーラとルケル、アークはレグニスとミゼルですね。特に欲しいと思えないので回さないです。チョイスゲート毎日開催、これはありがたいなと思いますね。メンテナンス終了後から27日まで、で、育成キャンペーンの追加なんですけども、この育成キャンペーンの追加とね、チョイスゲートがね、同時に来られても困るよって話ですよね。はい、で、育成強化ログインボーナスも延長されるが、7月4日まで延長ですね。で、修正予定の不具合はこんな感じ。はい、となってまして、はい。では、本題ですね。はい。バザードのね、最終、ユニットストーリーの最終話ね、のところまでですね、来れました。なんとかですね、小石のかけら集めたんで、最後このユニットストーリー最終は新たなる世界へ、を解放していこうと思います。解放、はいはい、でストーリー、はい、バザーの最終は新たなる世界へ。タマラが見守る中、ゲイルは自らの力を示し、上位種の襲来に入る試練を見事に克服するということで、ストーリーなんでね、バトルはないです。これでどうだ、見事ない。お、黒になった。2戦目か。バザーの若き戦士よ、汝の力は証明された。リ・バザルへの道、進むことを認めよう。力は認めるが、知恵はどうかなみたいな展開だと思ってた。バザードにとってことの葉とは、人にとってのそれほど意味をなさない。強さ、それが何にも勝る価値である。わかりやすくて助かるぜ。時に人の子よ。あ、人の子ね。はいはい。汝はなぜこの場にいる。人の身ではリーバザルへの変化は望むべくもないが、ゲイルにリバザルになってもらって、それを研究したいの。だって一度生まれた魔女が神の手によって変化する。こんな生態他の生き物に合う。神との接触が実際に確認できる例、その上その力で体を作り変えてもらうなんて。早口だな、おい。めっちゃ喋るな、おい。めっちゃ喋るな、おい。狂い出したか。はい。やべ、イヤホンが電池持たないかも。おお、ゲイルはリバザルになれたのか。タマロの研究が健康性になぜ伝わっていないのか。それは、はい、あ、赤鬼もらいましたね。で、ソウル20個もらいました。ありがたい。バザード落ちないからね、ソウルね。限界突破の上限がアップしましたということなので、
はい、ついでに限界突破のできるようやったらやっておきましょうか。はい、何が必要なんだろう。はい、あ、いけますね。イリュウガンと星の砂とマガマガしい角なんで、まあまあ余裕があるやつなんで、金がね金がなかった。はい、そう、ちょっと待って、あると思うよ。さっき売ってなかったから、これは16個もある。7つぐらい売ってあげるやろ。はい、あー、びっくりした。はい、限界突破しましょう。はい、無敵最強よ。というわけで能力の解放、能力見ていきましょう。隠しスキルは何でしょうか。スキルコストプラス15、伝送霊気がレベル3、ドラゴンブラッドレベル3、チャンスドライブが来ましたね。はい、本当でもあのバザーでやっぱりあの物理ですね、物理、ほら攻撃アップ3までつきますからね。はい、って意味では、まあ、あの物理の可能性すごく、あ、ソルジャーキラーも覚えるんだ、すげえってことなんで、はい、こんな感じでした。まああのバザードね、ほんとこのいわゆるモンスター系のねユニットの中では多分ほんと希少価値あると思う、希少価値ね、希少価値あると思いますんで、これからもちょっとね鍛えていこうかなと思います。はい、まあ、という感じで、とりあえずバザード最初まで行きましたんで、まあ、またね違う魔獣のソウル集めてですね、進めていきたいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしています。